おい貴様、はっ、貴様は何者だ。シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。3列目、後ろを向け。貴様は何者だ。トロスト区出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれる者か。貴様は何者だ。そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。ほう、せいぜ、第104期訓練。今の貴様らは、そんな貴様らに今日は立体機動装置を使って、出来の悪いやつは、まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。遅い、何をちんたらしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。おっと、ミーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。
どうの訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少し休んだから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員、引き続き励め。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。競争は必要だと思うけど、こんな訓練で実戦につながるのかな。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。それまで。さて結果は。ライナー・ブラウン、お前が1位だ。さすがだねライナー。よし、これなら成績上位にはいけそうだな。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。
しばらく何もないよね。はあ、もう調子はどうだ。やってやる。貴様ら、やる気がない。トーマス・ワグナー、ミーナ・カロライナとはいえ、一生懸命やってるのに、しばらく立ち直れないよ。私、本当に豚になろうかな。もう十分頑張っ、こんな状態で私たち、だけど、今よりも訓練、うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし、あなたはどうすればいいと思う？仲間を、確かに長所を学ぶか、よし。やるよ、やるよ。もっと兵士を、こんにちは。食べられるの？いや、お腹が減りました。やりますね。おい、そこの、ほれ、落とし物だぞ。これお前の。あ、そうか。もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104。いいってこと。お前も104期の。そうか。志願しなくといえば、あいつらも肉親をなく、お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。おいおい、そんなに肩肘張って喋んなくてもいいんだぜ。まあ、とにかくこれからよろしくね。いや、いろんなことが、その日誌はきっと何かの役に立つ。ああ、
君か、仲間を助けるのは。ライナー、ベル…なんだお前らまで。二人とも、立体…すまん。そうか、その…君た…僕は…二人はどこ…僕とライナーは…じゃあ…あの日、内地勤務の憲兵団狙い…自分の命を大事…俺は帰れなくなった故郷に…俺は…で、お前は…そうか…だから君は訓練兵…そうなんだ…故郷を取り戻したいっての…いつか…さあな…ああ、やって…やあ、やあ…ありがとう。調子はどうだ？ではこれより、いや、この訓練は普段とは班分けは先ほど伝達した通りだ。教官の言うことはよくわかん。普段の訓練とは違うみたい。なんでこんな時間。教官は、は、とにかくやってみない。くそ、もうガスも刃も。こんな急ごしらえのハンデ。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。そうだね。よし、それじゃあこの班の指揮をお前に任せたい。どうかな。それはもちろんです。それじゃあよろしく頼むよ。よし、他の。よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。いや、ここで失敗しといてよかっただろ。拠点を立ててくれ。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。ああ、その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ。不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。拠点は…な、ここに引っ張りられたら俺たちは教官に…悪かったよ、もう死ねえって。この近くにも補給できる場所を作っておくんだよな。よし、これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。遅いぞ、貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。も、申し訳ありません。まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。
様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで V を狙って一気に倒しましょう。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。班で協力しより多くの部位を破壊しろ。それでは始め。ガスが切れる前に補給しろって。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すとは。うん、奴らをまとめているのはあいつか。なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。エレン、何やってんだ。はあ、今のはお前がヘマしたんだろうが。ちょっとハンデの訓練なんだから仲良くしようよ。ねえベルトルト。え、ああそうだね。兄、一人で突っ走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。このハン怖いな。おい、これ俺たち2戦いってるんじゃねえか。やれるぞ。お前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ。なあ、ミカサも兄もすごい実力だし、もっと力を合わせれば。ミカサの方にその気があればね。兄の方にその気があれば。その、とにかく頑張ろうか。週間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。刃が使えなくなる前に完走しろよ。すごいな、お前周りに合わせるのが相当うまいんだな。ええ、私たちのことをよく見てますよ。本当だな、いい感じだぜ。確かに最初から任せときゃよかったな。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。ああ、ここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。やってやる。最後まで頑張りましょう。よし。おい、アルミン、ニーナ、それで全力なのかよ。とろい奴らだな。ごめん、私足手まといになってるかな。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。
それぞれが自分の役目を果たせばいい。ハンデの訓練なんだからな。アルミ、ミーナ、その調子だ。ありがとう、ライナー。うん、頑張るよ。お優しいね。じゃん、いい加減にしろ。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃ、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと。とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。